今夜も彼女は願い胸に星に手を伸ばす。親に捨てられた僕らは海の見える個人で育った。養ってくれたのは年老いた修道女。とても優しい彼女はいつもニコニコ笑ってた。貧しい暮らしの中でも僕らは皆幸せだった。ある日彼女は病に伏し、星に召される日が近づいた。彼女の枕元で僕らはこう言った。一体ここまで育ててくれた、あなたに恩返しがしたい。どんな無茶でも構わない、何か願いはないですか。彼女はニコニと微笑み、こんな風に答えてきた。私はずっと待っている、手紙の返事を待っている。若かったあの日に出した、届いたかどうかもわからない手紙を。もしも願いが叶うなら、もしも罪が許されるなら、あの手紙の返事が欲しい。あげるはずもない願い、どうか忘れてと彼女は笑う。誰に出した手紙かさえ教えてはくれなかった。僕らはみんなで手分けして、国中を探して回った。そして彼女の過去を知る、画家の老人を見つけた。老人が語る真実、彼女はかつて人を殺した。多くの人が不幸になり、多くの人が涙を流した。その罪を背負い死んだ人、それが彼女の手紙の相手。返事が来ることはない、それでも彼女は待つのだろう。その身が朽ち果てた後でも、きっと彼女は待つのだろう。返事が来るまで。ついにその時はやってきた。終わりを告げる教会の鐘、シワだらけの彼女の手に一枚の用紙紙を渡した。それ悲しき願い。